皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。今年デビュー30周年を迎えたグレーが、周年スケジュールの2024年後半部分を発表した。6月8日、6月9日に埼玉、ベルーナドームで30周年記念ライブ、グレー y 3 0 t h a n n i v e r s a r y g キ a y e x p o 2 0 2 4 2 0 2 5を行ったグレーライブは伝説となった20万人ライブ。 グレーエキスポ99サバイバルライブイン幕張のセットリストを完全再現しており、さらに最終日には J ・エンハイペンがサプライズデイン。最新曲、ウォールユニット・グレイ XJ ・エンハイペン、そして代表曲、誘惑を披露するなど、まさに周年にふさわしい内容となった。そしてライブ内で周年スケジュールの2024年後半部分を一気に発表。 ブレーの日と呼ばれる7月31日木曜日にはブレーデースペシャルライブバイザシーと題して特別感のある海沿いで行われたライブを配信するほか8月17日土曜日日場 ZOZO マリンスタジアム幕張メッセで行われるサマーソニック2024への出演約3年ぶりとなるオリジナルアルバムバックトゥーザコップスのリリース全国 たくさんの内容になっているたくろうコメント21僕らグレーは無事に2024年5月25日に30周年を迎えそのままグレーエキスポというテーマで1年間活動をすることになりましたまずはベルーナドームでのキックオフライブがありましたそこではテルの誕生日やエンハイペンの J を迎えての幸先の良いスタートが切れたと思います ベルーナドームの2日目には2024年下半期の活動の発表もあり、グレーの活動の根底にある「連帯」というテーマに寄り添い、今年はたくさんのミュージシャンとの共演が発表されました。フェスやチャリティーイベント、対バンなど今を生きるたくさんの有能なアーティストたちの共演は、グレーにさらなるエネルギーを与え共に未来を作る糧になります。10月にはニューアルバム「バック・トゥ・ザ・ポックス」が発売されます。 僕たちグレーがグレーたら占める80年代90年代プスやロックに思いを馳せアルバムを作り上げましたあの時代のキラキラとしたエネルギーを現代の解釈でグレーがどう作り上げたかをぜひ聞いていただきたいと思いますアルバムリリースに伴いアリーナツアーも欠場いたしましたシンプルな歌詞とメロディーそして今年デビュー30年を迎えたグレーの演奏をぜひ楽しんでいただければ幸いです 2025年もさらなるサプライズが待っておりますので今後のグレーにぜひ期待してください 30th anniversary グレーエキスポイヤー7月7月31日木曜日グレーの日 LINE ブームにてグレーデースペシャルライブバイザシーお配信同日ブレンダイザー U オープニングテーマ会心能劇リリース8月8月17日土曜日 サマーソニック2024東京マウンテンステージ出演さらに海外フェスにも出演決定詳細は後日発表219月ブレイサーティースアニバーサリーグレイエキスポ2024から2025インベルーナドームライブ DVD& ブルーレイリリース決定10月グレイセブンィーンスアルバムバックトゥザポップリリース決定 10月26日土曜日アレキサンドロスプレゼンツディスフェス24イン相模原に参加11月2025年1月8カ所15公演のアリーナツアー開催決定ブレイサーティスアニバーサリーアリーナツアー2024から2025バックトゥーザポックスプレゼンティドバイグレーエブド2024年11月8日金曜日9日 土曜日大阪大阪城ホール11月16日土曜日長野ビッグハット11月23日土曜日祝い24日日曜日北海道北海北エール12月7日土曜日8日日曜日東京有明アリーナ12月14日土曜日15日日曜日愛知愛知スカイエキスポホール A 12月21日土曜日22日日曜日広島広島サンプラザホール2025年1月3日金曜日4日土曜日福岡マリンメッセ福岡 A 館1月18日土曜日19日日曜日神奈川横浜アリーナどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう